皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィニングレブン2020やっていきましょう。今回は今週登場している FP 選手のスカウトの組み合わせ紹介やっていきたいと思います。はい、ということでいつもであれば週明けに動画出すこと多いんですけど、おそらく来週の月曜日からのガチャに FP 選手は出てこないと思うので、今回は早めに週末に動画をアップしていこうと思います。今週に関しては週間 FP の11選手のスカウトの組み合わせを紹介していきます。まあ、中には育成が大変な選手、少しね、レベルが上げないといけない選手いるので、そちらのね、スカウトなどを参考にしていただいて獲得育成をしていただければと思います。はい、それから、今週というか来週のメンテに入るまでに、チーム設定を、しておくと、今やっているユーロ2020のマッチでですね、こちらのキャンペーンで星5のスカウト、国籍の方がもらえるということで、そちらも活用しつつ今回は紹介をやっていきたいと思います。はい、今回11名なので、詳しくね、紹介できるかなと思いますので、最後まで気になるという方は見てみてください。ということで早速やっていきましょう。はい、まずはエリクセンですね。こちらの選手は在籍クラブのインテルと国籍のデンマーク、こちらがあれば2枚で確定になります。デンマークは一応、ユーロのマッチでのキャンペーンの方でももらうことができるので、これがいいのかなと思います。ただインテル結構高いと思うので、高い場合はやはり普通にいらない選手を食わせるやり方の方がいいと思います。ちなみにデンマークのところはポジションのオムフだったりとかスキルのノールックパス、コントロールループでも大丈夫なので、2枚目のところは安いものでいいと思います。デンマークにされない方はそちらも考えてみるといいと思います。はい、続いてバランいきましょう。こちらについては在籍クラブのレアルを使うんですけど、フランス使った組み合わせで確定がないので、今回紹介を省きました。フランス、2分の1とか3分の1とかはあると思うのでその辺は検討してみてください。確定で言うと一応レアルを使った確定の組み合わせ、身長185センチ以上とスキルのヘッダーを組み合わせると確定になります。他にもいろいろ組み合わせあるので守ってるものはほとんどないか、オプションの安いもので狙っていただければと思います。はい、レアルが多分高いと思うので基本的にはいらない選手を食わせるやり方の方がいいと思います。はい、続いてデリフトいきましょう。こちらの選手が今週の育成枠ですかね。こちらの選手は国籍のオランダと在籍クラブのユベントス、こちらがあれば確定になります。はい、2枚でいいのはこれだけなので、これがいいと思うんですけど、今までは国籍のオランダの星5を落とさないといけなかったんですが、今回のキャンペーンを使えば、いらないのでオークション基本的に、これは狙い目になるのかなというところです。在籍クラブのユベントスは、チーム設定だとかあとはログインとかでもらえたものがあるという方は確定はできるかなと思います。ただ何回も育成するとなると落とす必要があるので、そういう時はいらない選手を食わせるやり方の方が基本的にはいいとは思います。はい、続いてベルナーいきましょう。こちらの選手も国籍のドイツを使っていきます。能力のオフェンスセンスとスキルのエッジターンを組み合わせて確定になります。スキルのエッジターンのところはダーディングドリブラーとか同じスキルのマリーシアなんかでも確定になりますし、あとは能力のオフェンスセンスをポジションの CF に変えることもできます。こちらもドイツをね、使うということで、こちらもね、予想というかチーム設定の方でしておけば、こちらもらえるので、これはいいのかなと思います。ベルナーに関しても育成そこそこ大変なのでこちらを活用ください。はい、続いてペリシッチですね。こちらの選手は金の選手なのでもともとが、しかも試合後に落ちるスカウト結構有名なんですけど、こちらで大丈夫なので、基本的には、クロアチアだったりとかもいらないですし、一応バイエルンなんかも使っても確定はできますが、基本的には試合後に落ちるスカウトだけでできます。その組み合わせがその他ヨーロッパ所属リーグとポジションの左サイドハーフと利き足の左足ですね、こちらを使ったら確定になります。利き足のところは、能力のボルコン、オフェンスセンス、スタミナ、身長185センチ以上、年齢の30歳以上、このあたりでも確定になるので、3番目のところは持っているものでいいと思います。あと持っているといいんですけど、持っていない方は、オークション使うだとか、試合をねたくさんこなして落とすとか、そういうのが必要になってきます。ちなみにバイエルンを使った組み合わせだと、ポジションの左のサイドハーフだけで確定になります。これはマッチでの報酬なんか過去のものがあるという方はこちら活用できます。はい、続いてゴールキーパーグラーチですね。こちらの選手はもともと金の選手なんですよね。国籍のハンガリーを使います。ただハンガリーに関しては確か
ユーロのマッチデーの対象の国に入ってなかった気がするので、その辺ご注意ください。ハンガリーはまあそんなに高くはないと思います。一応確認したんですけど、今のところ5000とか6000 GP で落とせているので、まあ、今後高くなる可能性があるので早めに取りましょう。所属リーグ未所属と能力のディフレクティングで確定になります。未所属のところは年齢の25歳から29歳に変えることもできますし、あとはディフレクティングのところをクリアリングに変えることもできるので、未所属25歳から29歳、ディフレクティング、クリアリング、それぞれを組み合わせていただくことで、確定になるので、まあ、これは持ってるもので狙っていただければと思います。はい、続いてサラビア行きましょう。こちらの選手は国籍のスペインですね。こちらがあれば確定になります。ポジションの右サイドハーフと所属リーグフランス、こちらを使って確定になります。まあ、一応こちらの選手、まあ、星5のでスカウトをそちらのキャンペーンの方でもらうのであれば星5で、ね、組み合わせて後のものを星で調整することもできるのでやってみてください。はい、まあ、基本的にはこのやり方が今のところ、まあ、楽に組み合わせれるのかなというところです。ちなみに国籍のスペインを能力のボディコンにすると3分の1ですね。試合後に落ちるスカウトだけで3分の1できるので、カルという銀玉とブトパかな、こちらの銅玉選手削れば確定になるので、こちらもぜひお試しください。はい、続いてジエリニスキー行きましょう。こちらの選手は国籍のポーランドとスキルのルーレットをこちら2枚で確定になります。まあ、ポーランドはまあ一応チーム設定で可能なんですけど、まあ、スキルのルーレットどうですかね。まあ、試合後に落ちるスカウトではないのでオークションが必要なので、まあ、その辺は GP との兼ね合いですかね。はい、ポーランドの星5が、もらえた場合は星3とかのルーレットで大丈夫なので、まあ、その辺も調整をすることができます。はい、続いてブラックユルマズ行きましょう。こちらの選手は試合後に落ちるスカウトで2分の1ができるので紹介します。デミルという銅玉選手削れば確定になるのでこちらもお試しください。スカウトの方がたくさんあるという方はね、試していただくのもいいと思います。所属リーグトルコ、ポジションの CF、 能力のプレースキックで2分の1です。ポジションの CF は身長185センチ以上に変えても違う選手と2分の1になるので、まあ、こちらもぜひお試しください。はい、続いてエンボロですね。こちらの選手も育成結構大変な選手ですね。こちらも国籍のスイス、こちらチーム設定しておけばもらえるのでやってみてください。所属リーグ未所属と能力のオフェンスセンスを組み合わせると確定になります。まあ、スイスの方が星5でね、もらえると思うので、いろいろね調整することができるのでやってみてください。オフェンスセンスのところは能力じゃなくてポジションの CF に変えることもできるので、まあ、こちらもねぜひお試しください。はい、最後マクシモビッチ行きましょう。こちらの選手は国籍のセルビアと在籍クラブのナポリが必要になってきます。まあ、ナポリ必要なので、まあ、この選手もまあ育成するのであればいらない選手を食わせるやり方の方がいいとは思います。まあ、セルビアが、もらえるということなので、一応これもチーム設定すればもらえるので、まあ、やってみる価値はあるかもしれません。はい、まあ、ナポリを使う必要は絶対あるので、まあ、ナポリと CB25 歳から29歳だとか、あとディフェンスセンスと25歳から29歳、ディフェンスセンスと右足とか、まあ、こういう組み合わせもあるので、まあ、ナポリさえ落とせればいろいろ組み合わせはできるのかなと思います。はい、ということで今回は今週登場している FP 選手のスカウトの組み合わせ紹介やっていきました。いかがだったでしょうか。まあ、そうですね、来週もおそらく FP なんかは出るんじゃないですかね。今のところもう FP は出ないというお知らせ来てないので、まあ多分出るとは思うので、また来週もスカウト紹介はやっていきたいと思います。はい、まあ、チーム設定だとかをね活用して育成していただければと思います。こちらのチャンネルでは毎週 FP 関連のスカウトの紹介だったりとか、ウィニングレブン2021関連情報なども紹介しているので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録、高評価、 Twitter のフォローなどぜひよろしくお願いいたします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。